はい、どうもこんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きやっていこうかなと思います。前回はまあこの絵を見てもらったら分かるように、アーサーとジェームズがまあ仕方ない形ではあったんだけど、とりあえず一緒に行動することになって、一緒に行動することになってっていうか、とりあえず警察にね、まあそのジェームズが襲われてたからさ、一緒に逃げて、まあ警察に逃げ込んできて、これからジェームズをどうしようかっていうシーンだったんだけど、このエドが、まあ、アーサーのパパがさ、いや、アーサーのね、事務所で、助手をしてもらってもいいかなって言ってきたんだよ。エドガーが、まさかの提案でさ、まあ、それでちょっとこう、ごたごたした後だね。助かる。ありがとう。おう。いえ、僕も探偵として、ロンドンの平和に貢献したいだけです。そうですよ。関係ないです。アーサー、待ってください。何？もう少し警部に掛け合いますから。無理すんなと。いいよシャーロット、僕だって状況を把握してるつもりだその方が世の中のためになるならやるべきだ。若干やけくそになってんな。確かに、まあ、前回の段階で結構やけくそになるシーンが描かれてたんだけど、やけくそになってるな。エドガー警部らしい極めて合理的な判断だ。そうだろう。わかりました。うん。エドガー警部、私に彼との連絡役を務めさせてください。うん。できる限り2人の様子を見ます。連絡先教えられないんで、すいません、ちょっと教えられないんですよ。すいません、ちょっと。そのつもりだ。頼むぞ。ちょっとシャーロットさんに連絡先教えるのはちょっと、まあ、僕自身ちょっと嫌なんで。すいません、ちょっとお控え願えますか。アーサーさん。なんすか。あ、語ってくれるのかな、あの時のことを。ある程度話がまとまった段階で、これまで沈黙していたジェームズがおぞおぞと口を開いた。なんだジェームズ。ジェームズ・ラスボーンです。うん。そのお久しぶりです。いや、ここで言うお久しぶりですはちょっとすごいムカつくんだけどお前、自分の母を殺した犯罪者がさ、数年ぶりにさ会ってさ、お久しぶりですって言ってきたら、あーってなるぞ。そうだな、うん、久しぶりだ。ああ、お前とは6年ぶりだよ。うん。僕はあなたのお母さんを。どこまでが本当なの？あ？アーサーは反射的に拳を振るっていた。右の拳を握り、ジェームズの方を撃ちに行く。頭の中が真っ白で、自分が自分でないかのような感覚。その感覚はかつて路地裏でダリルと相対した時と似ていた。ただ違うのは、今回体を動かしているのは紛れもなくアーサー自身だということだった。久しぶりだなジェームズ。うん、ああ、久しぶりだよ。ごめんけど、警察のとこでやるのやめない？ねえ、ここでやるのやめようよ。警察署でやるのやめようぜ。おい、アーサー。警察署でやるのやめようって。おい。捕まるぞアーサー。アーサーは崩れ落ちたジェームズの襟をつかみ、力ずくで引き起こし壁に叩きつける。さらに襟首を締め上げ、拳で彼の顔を何度も殴りつけた。ちょっとアーサー、うん、やめてください。そうなるわプルプルしてるし、ジェームズの顔やめろお前それ。シャーロットが静止に入るが、理性を蒸発させたアーサーの拳は止まらない。パパ来るぞパパが。アーサー、うん、いい加減にしなさい。シャーロットは普段容疑者に対してするように、アーサーの腕を極めて床に押さえつける。プルプルしてんなアーサーも。ジェームズ、お前が母さんのこと口に出すな、この人殺しが。やっぱあれだな、ちょっとさ、もう久々にちょっと悪口言うけどさ、こういうちょっと臨場感のあるシーンの声うまくないな声優、まあ、かといって俺ができるかと言われたらできないけどさ、あんま上手くないな。あんまりこういう時のシーンで感情移入できないもん俺も。なんかジェームズお前やめろみたいな感じだもん。なんかシャーロットにより床に押し付けられた体勢でも、なおアーサーはもがき、ジェームズを罵倒する。離せシャーロット、どけ。エドが来るって、パパが来るから。いいえ、どきません。うん、落ち着いてください。アーサー情けなさすぎるわお前。私がやりますって言った後、いい、俺がやればいいんだろって言った後さ、すぐ殴るって情けねえわお前。あ、来たパパが。ジェームズは晴らした頬を押さえたまま怯えた様子でアーサーを見上げている。
そしてエドガーは表情を乱すことなく静観していた。気持ちはわかりますが、うん、もうやめてください。うるさい、うん、親のいない君に何がわかる。それはそれで傷つけるわ、お前。それはそれで傷つけるからやめろや。それはそれで傷つけるだろう。それは…シャーロットは劇場に流され、拳を固く握りしめる。しかしすぐに握りしめた拳を開き、アーサーを抑えにかかった。アーサー、これ以上は暴行の現行犯で逮捕しますよ。まあそうなるよ。相棒、もうそろそろいいだろう。紳士的に行こうじゃないか。な、ジャックさん、大人だわ。賢いわ。シャーロットに勝つと、ジャックの制止を持って、ようやくアーサーは動きを止めた。アーサー、確かに私に親はいませんが、親しい人を殺されたらどう思うかくらいは分かります。その相手を憎む気持ちも分かりますよ、俺も。ですが今はこらえてください。うん、私たちが戦うべき相手は彼ではないはずです。てかよく見たら、ほんとジェームズ腫れてんじゃん、若干。ジェームズ若干腫れてんだけど。それに被害者だからといって加害者に何をしてもいい道理はありません。まあ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 、確かにね。わかった、話してくれ。信じますよ。シャーロットはようやく落ち着いた。アーサーの拘束を解く。立ち上がって佇まいを直したアーサーはシャーロットに向き直る。シャーロット、さっきはすまない。おう、僕は。おう、謝罪なら私にではなく彼にしてあげてください。あれ、なんか先生に見えてきたぞ。シャーロットが先生に見えてきたぞ。おい、急に小学校の喧嘩みたいな、小学校の喧嘩を止める先生みたいな。謝罪の言葉を述べたアーサーだったが、シャーロットから視線でジェームズへと促される。アーサーは殴られて、こ垂れる。ジェームズを見やるが、彼に対しては謝罪の言葉が出てきそうにはなかった。ジェームズ、立てますか。小学校の先生じゃん。はい、大丈夫です。悪いが、母さんの話はよしてくれ。お前は法的に罪を償ってるんだ、それでいいだろう。でもその母さんの話に多分真相があるんだろうな。遠巻きに絶対に許せない話題について釘を刺す。これが今のアーサーが取れる精一杯の対応だった。問題ないな。ええ、何も問題ないですよ。ではあとは頼んだぞ、うん、状況についてはシャーロットを通して定期的に報告をしてくれ。はい。アーサー、事務所まで私も同行します。なるべくケーラ中に立ち寄るようにもします。ですので何かあったらすぐ相談してください。わかった、ありがとう、シャーロット。ジェームズも一緒に来てください。あなたを保護する場所に連れて行きます。え、ジェームズ怖いわ。こんな DV のやつとドメスティックバイオレンスされるかもしんないもんな。はい、わかりました。ああ、大丈夫かね、こりゃ先が思いやられるぜ。そうだよ、まあ、ガキなんだよな、結局アーサーも。こうして一悶着はあったが、アーサーはジェームズを事務所で、いや、雇うじゃないな、なんだっけこれ、なんて呼ぶんだということになった。名目上は彼を探偵助手として雇うことになったんだが、まあこれが雇うだよな。とはいえだ、僕としても助手なんか雇ったことがないから、何をさせればいいかわからない。うん、まあそんなことだろうと思ったよ。急に出た汎用 BGM が来たな、急に。なのでとりあえず簡単なことから任せることにする。うん、ジェームズ、まずは紅茶を入れてみてくれ。はい。ジェームズは慣れない手つきで紅茶の準備を始める。アーサーよ、俺が言うのもなんだけどよ、そりゃ助手じゃなくて駒使いじゃねえのか。まあまあまあ、それないが、今は他に任せるようなこともないからな。現状依頼されてる仕事は当のジェームズを助手として、ことだけだ。割り得る仕事がない以上、雑用させることになるのは自然の理であった。アーサーはジェームズに紅茶の支度を任せている間、新聞を切り抜いてのスクラップ作りを始めた。まあ、それ手伝えばいいじゃん。それ一緒にやればいいじゃん。
それは日課でもあり、グリーンメイズに関することが何か報道されたりしていないかチェックする意味もあった。あの路地の乱闘騒ぎについては特にニュースにはなってないか。まあ客観的に見りゃお前が木箱を蹴り飛ばしただけだからな。そんなもん報道するやつはいねえだろう。確かに。まあな、他は詐欺に強盗、それから放火、平和とは言えないが、まあいつものロンドンと言ってしまえばそれまでだな。なんだろうね、結局毎日何かしら犯罪は起こるもんね。なんか日本とかでもそうだけどさ、なんでなんだろうねまあいろんな人がいるんだなってことだろうな。できました。うん、どうぞ。おい、美味しいお茶を入れたんだろうな。でも教えてもないのにさ教えてもないのにさ、紅茶入れさせるって結構酷だけどな。ジェームズはかなり時間をかけてそれでも紅茶を入れることには成功したようだった。新聞からは特に収穫を得られなかったアーサーは顔を上げてジェームズが入れた紅茶を見る。その瞬間はアーサーは思わず頭を抱えそうになった。ジェームズ、僕は紅茶を入れろと言ったんだぞ。いや、あのアーサーさんすいません、あの絵が変わんないですあのアーサーさんが入れた紅茶と絵が変わってないです。アーサーさんすいません、紅茶です。これ今までの流れからいくとこれは紅茶ですThis is 紅茶です。はい、ですので紅茶を入れました。間違ってはいない、確かに目の前の液体は分類上紅茶と呼ぶべきであるだろう。だがアーサーにはどうしても我慢ならなかった。なぜならほとんどミルクじゃないか。うん、こんなのは紅茶じゃない。ああ、そういうこと。でもアーサーさんが入れた紅茶と多分、あ、でも色違うか、覚えてな覚えてないけど、もしかしたら色が違うかもしれない。紅茶の成分はほんの一部のみで主成分はミルクだろう。味は見ていないが、ジェームズのそばにある砂糖粒を見る限りかなり甘い味付けが施されているのは間違いない。 あれじゃん、ジャック歓喜じゃん。ジャックが好きな味じゃないの。アーサーはジェームズが貧困層の出身だということを失念していた。おそらく彼の中では紅茶とはこのようにして入れるものなのだろう。なんかお前、嫁をいびる姑みてえだな。ジャック多分美味しいって言うよ。ほっとけ。すみません、すぐに入れ直してきます。待て待て、アーサー、一応こいつの味を確認しておこうぜ。案外うまいかもしれねえぞ絶対ジャック好きだもんな、話聞く限り。この味はお前自分の好みだから飲みたいだけだろ。そうそうそう、確かに目の前の紅茶、いいな、ミルクと砂糖と紅茶の比率が偏った混合物はジャックが普段からうまいと主張している味に近いものだろう。なるほど、砂糖とミルクで混ぜ物をした紅茶が好き。うん、つまりジャック・ザ・リッパー、お前は貧困層の出身だったんだな。まあそれは自分で言ってたけどなそれ自分で言ってた気がするけどな。あのな、うん、甘いもん好きなやつがみんなして貧困層だと思ってんのか。偏見だぜそれ。なあ、みんな好きだけどね、別にどの層も好きでしょ甘いものは。なんか富裕層も好きな人多分好きだしね、だから富裕層が太るんだろうしね。そうか、うん、じゃあどことの新聞が記事にしてた通り、お前はさぞ高貴な身分の御人なんだろうな、甘いもの好きのな。お前なんかやけくそになってねえか。うん、アーサーのどっかは捨てばっちな推測をジャックは無慈悲にも切って捨てたとはいえ紅茶がもったいないのも事実だ。茶葉がちゃんと天に召されるようきちんと飲むことにする。まあね、めちゃくちゃまずいわけではないならね、まあ、極力消費した方がいいよな。入れ直さなくていい、うん、それはちゃんと飲む。それより正式な紅茶の入れ方を教える。ああ、次は教えた通りにやるんだ。いいな。はい、わかりました。ああ、よく言った、よく返事したぞ今。お前大事だぞ返事は。うまい、うますぎる、この甘くとろけるような舌触り。おいアーサー、こいつは天才だぞ。まあまあそうなるわ。なお紅茶の味は想像通りジャックの好みに合致した。舌触りは溶けきらない砂糖のザラつきだ、このバカ舌。
そんなに砂糖入ってんの？飲んで砂糖が残るって相当、誰？ヒューイットさんに依頼があるのですが。誰？初めて見た。ここに来て初めて見た。しかもこいつあれだよ、あのウなんだけど。あのじゃなくてあのウなんだけど、ウが入ってるよ、ウが。なかなかこの表記見たことないぞ。あのっていう表記でこれ見たことないぞ。探偵事務所の助手としてジェームズを迎え入れてから初の依頼人がやってきた。アーサーは当初自分で対応するべきかと考えていたが、思い直してジェームズに指示を出す。よし、ジェームズ、応対してみてくれ。ちょっと無理あるけどな、何も知らないのに。はい、やってみます。大丈夫か？何も習ってなくない？だってジェームズは不慣れながらも依頼人への応対を始めた。来客に出す紅茶に関してはアーサーが入れた。さすがにあの脂肪と砂糖の塊を客に提供するわけにはいかないからだ。しばらくジェームズは依頼人と話し、依頼内容を聞き出して戻ってきた。まだ依頼人には帰らずに席についてもらっている。ジェームズの仕事を確認する必要があるからだ。アーサーは聞き取りを行い、依頼人から伝えられた内容について確認していく。うん、なるほど、うん、丁寧な応対だった。思ったよりもやるじゃないか。まあそういうことはできそうだもんね、丁寧なことに関しては。優しさはあるから。ありがとうございます。あ、シャロットさんに鍛えられましたから。おー、いいじゃん、いい笑顔すんじゃん、お前。なるほどな。うん、だが夫の浮気調査とあるが、この夫というのはどういう人物なんだ？ん？それ聞いてないの？ジェームズが聞き取り作成した資料には依頼人の夫の浮気調査と書かれていた。しかし夫の名前や特徴、職業といった調査のために必要な項目がことごとく抜け落ちていたのだった。ああ、その気まずくて聞けなくて。バカ野郎お前、探偵と仕事をするからにはそんな気まずさなんか捨てろ。わかった、うん、僕が変わろう。これ以上お客さんを待たせるわけにはいかないからな。うん、すみません。前もよくやったよ、よく頑張った。ここまで瞬頭肩を落としたジェームズよそに、アーサーは改めて依頼人への応対を始めるのだった。依頼人はウェンディ・オブライエン。ちょっといいな、ウェンディ・オブライエン、いいな。ロンドンの医師ケルビン・オブライエンの妻であった。オブライエンっていいな、言いやすいわ。ウェンディによると最近夫ケルビンの帰りが遅く、金遣いが荒くなっているとのことだった。もしかすると夫が浮気しているのではないか、そう心配しての依頼であった。まあ貢いでる可能性はあるよ。アーサーはまずケルビンの素行調査に赴くことにした。ジェームズ、まずは対象者を尾行する。うん、彼に気づかれないようにして。あーってなるんじゃないの。連れてきたジェームズに呼びかけるが、先ほどまで横にいたはずの彼が姿を消していることに気がつく。ジェームズ、どこに行ったんだ？おい、あそこにいるぞ。わかりやすいヘッポコな可能性あるな。ん？ジャックが指したのは調査対象者のケルビンだ。ジェームズはケルビンに話しかけに行っていたのだ。はじめまして、ジェームズ・ラスボーンと申します。うん、ケルビン・オブライエンさんですか？待って、でもこいつもグリーンのスカーフしてんだけど。はい、そうですが、うん、私に何かご用でしょうか？お尋ねしたいことがありまして。あなたは浮気をしていますか？直球だな。何やってるんだあいつは。ありえない光景を前にアーサーは目を疑った。浮気調査の対象者に直接浮気をしているかと尋ねる探偵助手がどこにいるというのか。それに対するケルビンの反応は、ふざけるな。あ、当然のごとく鉄拳による返答だった。ケルビンは怒りで顔を真っ赤に染めて肩を震わせ、すぐにでもジェームズに追撃をかけそうな勢いであった。余計なことを。アーサーは怒り狂うケルビンを止め、事情を説明するため隠れていた物陰から飛び出した。事情は把握しましたが、うん、あまりにも無礼ではありませんか？ああ、また腫れてるわ。てかジェームズ、すみません、本当に。うん、ジェームズ、ほら頭を下げろ。はい、申し訳ありません。アーサーはケルビンをなだめ、怒りを鎮め、近くのパブで事情を説明しつつ話を聞いていた。妻に疑われるような行動を取ってしまったのは事実です、うん、ですが断じて浮気などではありません。
私は。何？ケルビンは彼の行動の真意について語り始めた。え？ああ、またそっちの音楽。あ、出会ってる。なんかすごい淡白に進むな。ケルビンから事情、ああ、ごめん。選択肢までスキップしますか？何そのエルニオシャル出てきたんだけど。ケルビンから事情を聞いたアーサーは依頼人ウェンディに話を通すことにした。今回は本当にありがとうございました。ああ、これ何、これ怖いんだけど。え、そんなにゲームを楽しまない選択もできんの？ケルビンは結婚2年目の祝いの品を買うために帰りが遅くなり、そのために金を使っていたのだという。本当は2周年目に渡そうと思っていた髪飾りを渡されて、ウェンディは夫を疑っていたことを謝罪、二人は和解の道をたどったのだった。心配をかけてすまなかった。いいのよケルビン、私こそ疑ってしまってごめんなさい。ケルビンめっちゃ濃い爽やかだな、てか見た目の割に。先ほどは大変失礼しました。そのついカッとなってしまって。まあまあ失礼だったよ。とんでもありません。無礼を働いたのはこちらですから、ジェームズにはきつく言い含めておきます。はい、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。まあ口座に振り込んでください。まあまあお礼は口座に振り込んでください。どうしたジェームズ、ボーケてるんじゃない。ちゃんとお客様に挨拶をするんだ、笑顔でな。なんか分かってんのかジェームズには。はい、こちらこそありがとうございました。どうしてお前が礼を言うんだ。お、いいね、その今度じゃん。仕事で感謝されるというのが初めてで、ついちょっと泣くやつやめろや。今はお客様の前なんだぞ。あれ冷た。そういうことは終わってから言うもんだ。まあまあ冷たいけど確かにそうだよな。嬉しそうに語るジェームズをアーサーがたしなめる。そんな二人のやり取りを見ていたケルビンとウェンディは思わず忍び笑いを漏らすのだった。じゃあお前は最初からケルビンが浮気をしてないことは分かっていたっていうのか。おお、なるほど。後ほどアーサーはジェームズに気候の真意について問いただしたいってやった。はい、あの人の様子からは犯罪や後ろめたいことをしているようには感じられませんでした。まあでも確かにそういう人を見てきてるから分かるかもしれないね。なぜだ、まだ調査を始めたばかりだったろう。そういう人をいっぱい見てるからさ、やっぱその正しい人か正しくない人か分かるんだろうな。うまくは言えないんですが。そうだな。僕は昔からあまり素行の良くない人たちと関わってきました。当たってたな、びっくりするぐらい当たってたな。絶対ではないんですが、僕と同類かどうかは見たらわかるんです。だからあの人は浮気してないと思ったんです。直感だけで悟ったのか。なるほどな。怪しい奴らとの関わりに関してはこいつの方が経験豊富だろうからな。悪い輩を見つける目は養われてるってことだ。でもあれじゃん、そういう意味ではすごい補い合ってんじゃん。まあそうなる未来も見えてたけどさ、アーサーとジェームズのそのいい感じの補い合えるじゃん。いい観察感とかね。思わずアーサーは感心してしまっていた。その声はジェームズにも届いてはいたが、アーサーはごまかすように咳払いをする。だがなぜ直接浮気してるかなんて尋ねる必要があった。奥さんの誤解を早く解かないとって思ったんです。本当に浮気じゃないなら怒るでしょうし、僕が殴られて済むならそれでいいって。ちょっとお前なんていう仕事に対する熱なんだ。素晴らしいな。その息で聞いたなら素晴らしいな。意図は分かった。だが今後は行動に移す前に一言相談してくれ。見ていて冷や汗が止まらなかったぞ。まあまあそれはあるよ。そう、報告してなかったのちょっと問題だよ。ほうれん草だよ、ほうれん草。すみません、気をつけます。おう、まあでも自分の考えがあって行動した分にはまあ許すよ。まったく。お邪魔します。あっちょっと場面切り替わったし、時間もいい感じだから終わろうかなと思ったけど、ここで終わんのか。場面切り替わったと思ったら夜になっただけだったし、このシャーロットのお邪魔しますあの先が気になるけど、まあ今回はここら辺で終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。